始まりました GCU 木曽さんぽのお時間です。このチャンネルは GCU に加盟されている皆さんの魅力をぐっと深掘りしていく、そんな内容となっております。前回に引き続きまして今回も株式会社 4U 代表取締役の、上田正人さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。個人の、魅力に関しては前回たっぷり伺いまして、まあ、山登りがお好きでそこから派生して今の、ムアシバ工法のロープアクセスという、形で専門に施工する会社を立ち上げられた、こういったところをご紹介してまいりました。今回はこの 4U さんの事業内容というのをちょっと深く掘っていけたらと思うんですけれども、改めて、ムアシバ工法のロープアクセスということで、これちょっと、まあ、今回初めてご覧になる方もいらっしゃると思うのでご説明いただいてよろしいでしょうか。はい、ロープアクセスというのは、まあ、ロープにぶら下がった状態で、まあ、外壁の、調査、補修、まあ、いろんなメンテナンスを、うん、まあ、行う一つ の手段でございまして、はい、まあ、通常は足場を、工事ではね、うん、外壁に立ててやるんですけども、まあ、足場がかけられない環境ですとか、ピンポイントの工事、そういったものはロープアクセスが有効であるということで、うん、まあ、運用されてきてるっていう感じです。ということで、まあ、ビル、マンションといった、ものでも、特にその周りの環境的に足場が組めない状況っていうのがいっぱいあると、はい、そういった時に出番があるっていうことなんですね。はい、ということで、まあ、この売りとしては、まず一つは、低コストで、そして工期が短い、はい、単工期。そうですね、うん、工事内容にもよるんですけど、うんうん、足場を組む仮設費っていうのが抑えられるっていうことと、うん、足場仮設の、工事の期間も短縮されるっていうところではメリットがあると思います。ということですね。あと、まあ、そのさっきビル、マンションといった建物以外にも非常にイレギュラーな建造物といいますか、はい、僕見て感動したのはあれ山形ですかね、はい、橋、吊り橋ですかね、ああいったものもやられるんですね。そうですね、それはまあ、稀にある仕事なんですけど、はい、じゃあ本業はやはりビル、そういった建物の補修なので、はいはい、でそういう橋梁ですね、うん、橋であったりとか、うん、まあ、そういったのはごく稀に問い合わせが来て、うん、工事があるんですけども、その山形に関しては2個前に最初にやっぱ同じ橋の工事で一度呼ばれたことがあって、それは玉掛けのちょっとした工事だったんですけど、まあ、そこで本当1日2日やった工事がきっかけで、そのインフラの大きな会社なんですね。でそこからその後橋の工事で足場が組めない工事においては時々呼んでいただいてまして、橋がかかってるとこなんかもう言ったら吹き抜けるような状況ですから、はい、かなり天候とかにも左右されますよね。されます。だからやっぱ風とか雨とか、そういったところってかなり神経質になりますよね。そうですね、うん、特にその山形に関しては10月だったんですよ、はい、で11月には雪が降ると、うん、で10月中に雪が降る前に工事を完了させて、その橋は通行止めになったんですけど、はい、その通行止めを解消する工事なんですね。で10月中には工事を終わらせて、開通させなきゃいけない、はい、そうしないと地元の人たちが生活道で使う橋ですから、通行止めの期間は山を迂回してるんですよ。それが雪が来るとその迂回路も使えないと、ってなったらもうライフラインが断たれるような話。うわー、責任重大ですね。ですので、まあ、10月特貫でもう休みなしみたいな形で一気に やるんですけど、はい、で10月といっても結構天候によっては雪が降るんですよ。もう寒くなってますからね、本当山形の山間部 で、はい、で実際工事中に2、3回雪が吹いて、しかももう横殴りの吹雪みたいな雪が降って、でかなり厳しい過酷な環境だったんですけど、それでも工事は進めなきゃいけないっていうので過酷でした。うわ、なるほど。まあだからそういったところもちゃんと視野に入れながら、当然安全でかつ精度の高い作業を進めなくちゃいけないと。そうです、そういうことですね。施工業務の細かい内容でいうと、まあ、例えばその維持メンテナンスといったところがメインになってくると思うんですけども、どういった内容をその職人さんはやられてるんですか。一番多いのは建物のまず調査、外壁の調査ですね、タイルだったら脱身調査で言って、
たり叩いて浮いてるかどうかのチェックをしていくという調査をやり、そしてそういう不具合部、浮いてて危ないようなところが補修していくという工事がまず多いのと、あと雨漏りの補修ですね。雨漏りするのって建物の一部じゃないですか、はい、でその一部だけの工事ってなったらやっぱり足場かけるってなるとコストがかかりすぎますので、その一部の雨漏り補修をロープでやるっていう工事も非常に多いです。実際にそのロープアクセスで職人さんがそのビルの側面でいろんなとこ水かけたりとかして、はい、でそれで中に漏れたら、まあ、結局そこはやっぱり修繕が必要だよとか、 ね、そこの部分ってやっぱり経験とかやっぱり持ってる技術が高くないとできない。ただロープに登ればいいだけじゃないってことですね。ここはね、ぜひ非常に残念なんですけども、もう一個の YouTube の方見てください。これが非常に分かりやすい作りで、上田さんご自身が編集の方もやられてると、はい、ということで、ご覧いただけたらと、チャンネル登録もお願いできたらと思うんですけれどもね。さあ、そして、株式会社ホーユーさんは大切にしている5本の柱というものがあるということなんですが、はい、ちょっとこれ皆様にご説明いただいていいですか。はい、まあ、まず安全、うん、品質、機動力、うん、レスキューと何でしたっけ、技術はい、はい、失礼しました。いやいや、はい、でこの5つ大事にしてまして、まあ、特にその中でも、まあ、絶対大事なのは安全ですよね、うん、でそこにどういうふうに注力していくかっていうと、まず車内でのトレーニング、うん、ロープ一つの結び方にしても、道具の使い方にしても、そして万が一のレスキューっていうところ、うんうん、何かあったらじゃあ誰が助けてくれるんだってなった時に、まあ、消防レスキューが来て、高所の、ね、ぶら下がってるのを助けることはできるでしょうけども、うん、いろんな方法で、うん、ただ時間がかかりすぎる、うん、で人間ぶら下がった状態で気を失ってしまったら、やっぱり10分以内に助けないと何かしらの損傷を体に受け後遺症が残るって言われてるんですよ。下手したらもうそのまま死亡する可能性だってありますから、うん、内臓圧迫とかで、まあ、ですから10分以内に救助するっていう条件が必要なんですね。でそれを達成できるためには日頃からレスキューの訓練もするっていうことなんですね。でそうやって安全にしっかり準備と、お金と時間をかけて構築しているっていうのが弊社の特徴ですね。でも、もちろんその職人さんの安全もしっかり守っていきながら、かつ高いクオリティの作業をやっていきましょうということなんですね。で僕、まあ、この YouTube 動画なりホームページなりを拝見させていただいて、ここは避けられないなというのがやっぱりレインボーブリッジの塗装を、はい、担われてますけども、はい、これが、2020年の1月11日、はい、そうですね、すごいですね。そうですね、織田裕二さん以外で封鎖することがあったんですね。そう、はい、あれはどういう経緯で、はいはい、あのレインボーブリッジの塗装の方を施工されたんですか。はい、まあ、橋のインフラの会社があってですね、はい、まあ、そこからちょいちょいそういう橋の仕事はいただくようになってたんですけども、まあ、その中でレインボーブリッジをロープで塗装できないかという話をいただいて、こんなことができるのかどうか。すごいですね。高さどれぐらいなんですか、あの橋の道路からの道路からは70メートル、海からは120メートル。わあ、えげつない。最初電話もらった時に、いやできるかどうかちょっと分かんないなと思ったんですけど、はい、でもそれを多分弊社がやらなかったら多分どこもやらないだろうなと思って、もうとりあえずできますって言っちゃったんですよ。わあ、それ言っちゃってから考えるっていうね。そうそうそう、とりあえずやりますよね、うん、いや魅力ありますよね。そうです、それこそ前回おっしゃってましたけども、やっぱりチャレンジ精神ですよね。そこって山登りも共通するもので。そうですね、うん、やっぱり我々の仕事の価値っていうのは、やっぱり誰もできないことを自分たちがやるんだって、そこに価値があると思ってますので、はいはいはい、難しい仕事にはもうやっぱりチャレンジしなきゃいけないと思うんですよね。そのオーダーするってことは絶対お困りで、はい、なんとかクリアしてもらいたいっていう、そうですね、他の方法がない、ご希望があるわけですもんね。そうです、じゃあそこを解消しましょうっていう、そういうことですよ。で、まあ、いろいろそこから1年間の準備期間があって、はい、一つの工事にそんなに準備することもあんまりないんですけど、通常だとどれぐらいなんですか。通常
1、2ヶ月ぐらいでね、長くてもそれぐらいで工事始まりますから、うん、でその準備の中にもまず、24人の職人を揃えなきゃいけなかったんですよ。でそのうちの会社っていうのは10人ぐらいしかいないですから、はい、で足りない部分を周りの会社で、仲間でですね、横のつながりで、はい、我々と同じようにロープの技術を持っていて、なおかつ塗装ができる職人っていうのを限られますから、でそれをピックアップしていって、でそれも東京だけだと足りないので、遠くは福岡からも来てもらったりとか、それだけやっぱロープアクセスで作業できる方って少ないですね、今まだ少ないです、まだ、うん、でそうやって、あこの24人だったらきっとできるっていうメンバーが思い浮かん で、はい、でそこの皆さんにまずトレーニングの段階から協力してもらわなきゃいけないです、はい、一緒にトレーニングをしなきゃいけない。そうか、今までの持ってるものだけじゃ賄えない、そう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 、ね、プロジェクトですもんね。そうで、これはやっぱりロープアクセス業界においても大きな、こうなんていうんですかね、歴史に残る仕事になりますと、うんうん、そこの価値を皆さんに理解していただいて、うん、そこに貢献してもらえませんかっていうようなお願いをして、うん、そしたらそのベストの24人が本当にちゃんと揃ったんですよ、はい、みんなが協力してくれるってことになって、そのメンバーで1年間準備をして、うん、やっぱりスケールが大きくて、もうとにかく一発勝負の仕事だったんですから。そうですよね、はい、失敗したから次またって言えないですもんね、うん、1日24時間封鎖できますと、はい、でもそれ以上はできない、でよまた延期もできない、はいはい、でも天気が悪かったらそれでも終わっちゃう話だ。うわー、すごい緊張感っすね。すごい緊張感なんです。で、ま、当日まさかというか、当日の天気は快晴無風で本当に奇跡だった。すごいですよね。だってあの辺って僕もたまに通りますけど、結構風強いですよ、車で走ってても。何回かその準備で現場に行ってますけど、そのたんびに風が強くて、横からね、はい、うん、この風ならできないっていうパターンの方が多かったんですけど、はいはいはい、その工事当日はピタッと。いや、これはもうね、奇跡というか願いが通じたんでしょうね。そうですね、うん、まあ、工事当日はスタートしたのは朝多分8時ぐらいだったんですけど、工事が終わったのが夜中の、だから12時とか、ずっとその間やってるんですよ。わ、その疲れも溜まってくるし、はい、集中力も途切れそうになるところをなります、ね、ずっと維持して、そうそうそう、気抜いたらダメじゃないですか。もう、そうね、大怪我につながる可能性も出てくるし、物1個落としただけで工事が止まるっていう緊張感ですよ。うわ、これは大変ですね。大変でした。うん、で、まあ、交代交代で、まあ、班を作って、その中で交代交代で、まあ、ロープ作業するんですけど、まあ、中には連続作業を強いられる人がいたりとか、で工事がやっぱりだん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 こう遅れ気味になっていて間に合わなくて、まあ、それでも最低ここまではやりきろうっていう中で、どうやったらやりきれるかっていうので、いろんなこうなんて変更をしながら、現場判断でね、現場判断でいろんな変更をして、もうとにかく一番感動したのは、みんなヘトヘトになって体力もね、精神力も相当消耗している中で、誰も弱音も吐かないし、うん、次じゃあ誰が行くってなった時にみんなが手を挙げる。うわ、俺行きます、いや俺行きますみたいな。ダチョウ倶楽部さん的な流れではないですよね。じゃあ俺行くぞ、どうぞじゃないですね。いやー、素晴らしい。でももうみんながもう気合がもうマックスまで行ってるから、そうなんですよ、もうやりきるぞっていう。俺は楽しようって人間が一人もいなかった。これはでも本当、ここは上田さんの目利きがあって、そういう素晴らしい人材をしっかり見抜いてらっしゃったからってことですね。本当そこだと思います。本当にあの時集まった24人のロープの職人っていうのは本当に素晴らしくて、で全員が力を合わせて本当にいわゆるワンチームですよね、まあ、寄せ集めだったんですけど、あの日限りのチームでしたけど、本当にそこの結束力が高くて、それに私はもう感動して、で結果工事も無事に成功で終わって最高の仕事ができたっていう現場でした。本当これはね、ぜひ YouTube でチェックしていただけたらと思うんですけど、感動ですよ本当に。ね、朝からこう集まってもうみんなで、今の話を聞いてみるとまたちょっと感慨深いもありますよね。
だから知らない人同士が頭突き合わせて打ち合わせしてるんですよ、前半では。でそれでみんなでバーって集まって、まあ一日でやりきると。でその後の屋形船が楽しそうでしたね最高でした ね、 ね、ということで本当にもうなんかお気持ちでやってらっしゃるっていうのがね、まあ、随所で感じ取れる、まあ、そういったね内容になっておりますので、ぜひご覧いただけたらと思いますけども、まあでも本当に業種的には非常に危険と隣り合わせだし、ハプニングもあったりとか大変なことも多いと思いますけども、今後ともご発展の方を心より願っております。ありがとうございます、はい、ということでそろそろお別れのお時間です。本日はありがとうございました。